ハローキューちゃんです。今日はモーニングルーティンを撮ろうと思ったのですが、ニートなので朝昼晩の境目がありません。ということで起きてからの PC の電源をつけるまでのルーティンを紹介したおー思います。まず起きてからすぐ LINE の返信をします。次に Twitter のタイムラインをさっと確認して、面白そうな動画とか上がってたら再生します。これはみんなも同じなんじゃないでしょうか。それからウーバーイーツで朝ごはんを決めるんですけど、毎回これに時間がかかってしまいます。頼み終わったら、YouTube を開いて誰かが配信をしていたら見に行きます。今日は誰もしてませんでした。そしてもう一度伸びをして、メガネをつけて、やっと起き上がります。その勢いで PC の電源をつけてしまったということで、今回のモーニングルーティンを、終わろうと思います。皆さんご視聴ありがとうございました。じゃあねー。